格闘技ファンの皆様、ごきげんよう。本日は前田キらが朝倉海に警告。西谷大成が JTT 内部をまさかの暴露。ノイリが K1 運営の勝手な発言に一言についてです。去年の大晦日、ベラトール王者にも輝いたことのあるアーチェッタを撃破した朝倉海選手は自身のコミュニティ内で usc からはオファーが来ている。あと、いろいろなアメリカのマネージメント会社からも、ぜひマネージメントさせてくれと話が来ている。と、衝撃発言が飛び出しましたが、usc 挑戦が現実味を帯びてきました。ライジン、坂原代表もすでに、usc 代表、ダナ・ホワイトと、会合、砂漠地帯のラスベガスではとても珍しく、一日中雨が降る中、usc 本社に赴き、ダナとミーティングしてきました。どんなことを話したかは秘密です。 足からずと呟いておりましたが、海外メディアの BJ ペンの報道によれば、ここ数週間、ダナホワイトは様々な格闘技、プロモーター仲間と会っている、マッチルームボクシングのヘリハン、BKFC のフェルドマンなど、数多くの名前が USC のボスと会っているところを目撃されている。そして今回そのリストに、ライジンの榊原会長が加わった、ライジンは堀口教授らを擁し。 ここ数年好調を維持している豊富なタレントを擁する榊原は MMA ーにおいて共同プロモーションは素晴らしいことだという考えを堅持してきた。だからこそ彼は今週初めにダナホワイトと会うことを決めたのかもしれない。榊原はダナと何を話し合ったのかは明言しなかったが、それが前日の堀口教授に関係しているかどうかは気になるところだ。堀口はフライ級王座を 獲得しかし、堀口教授がライジンと契約し、ベラートールとも何らかの契約を結んでいたことを考えると、その復帰計画は少し楽観的なものに思えた。今週初めに二人のプロモーターが会うまでは、もちろん二人が堀口教授の USC 復帰の可能性について話し合ったという保証はない。しかし、ファンはそれを知るために長く待つ必要はないだろう。 原とダナホワイトのこのニュースどう思いますか。u f ーとライジンのクロスプロモーションを見たいですかと投稿しておりやはり海外メディアは大会共同開催や朝倉会というよりかも堀口について話したのではないかとの見方をしております なお、このように、ライジンファイターの動きがあるのを知ってか、朝倉海選手を育てた前田明さんは、チャンピオン取ったら、うだうだしてるんじゃないよって、ぴょんぴょん跳れてるうちに、榊原に使われて消耗する。今年中に、USC に挑戦して、チャンピオンとタイトルマッチとか、ランカーに入らないとダメだよ。ピークは35だからね、と警告。朝倉海選手もすでに、バンタム級なら、ドミニク・クルーズ、フライなら、コディ・ガーブラントと戦いたい、とインスタで言うなど、USC 元王者の名前を出していましたが、 さくらさんが言うように、今年中に usc と契約することはできると思いますか？ぜひコメント欄で予測をお聞かせください。次に西谷大成選手の話題です。朝倉未来選手や朝倉海選手らが所属する。jtt 当時は名前がジャパントップチームとかなりエッジの効いた名前であったので。 格闘技ファンからも話題に上がりましたが、所属選手の一人、朝倉海選手がライジン王者になり、王者を輩出したということで、名実共にジャパントップに恥じないジムになりました。既に朝倉未来選手の YouTube でも登場しているように、ライズ王者の原口選手。 ケーマ元王者の山崎選手が代力コーチとして活躍しているところが公開され、コーチを中心に数多くの選手が練習しております。そんな中、JTT 中心選手の一人である西谷大輔選手がディープの佐伯代表と対談。そこではディープ代表から、お前礼儀にうるさい先輩がいたら、お前いい加減にしろってなっていたと思う。と、最近では西谷大輔選手、朝倉未来選手に対戦要求をしたりと、目立つ行動をしていますが、担当直入に苦言。しかし、西谷選手は、 思うことがあるらしくでも僕が思うのは rizin で試合したじゃないですかその前とかもいろいろみんなリクトさん 怪怪我我ししたりかさんとかも怪我をして誰もをて誰僕ライジンの練習相手がいなかったんですよね僕ずっと一人で練習しに行っていて朝行っても誰もいなくて一人でミット叩いたり一般の会員さんと練習をしたり今になってぶっちゃけて言わせてもらうと JTT になって団結をしようってなっても俺が一番大事な時に誰もいなかったんですよなんで朝倉みぐるさんとか急に練習来いってなってもいやお前ら俺の時誰もいなかったじゃんって僕から言わせてもらうとなっちゃうんで僕の中では難しい 気持ちはあるんですと名前が変わったことで運営体制も急激に変化したようですが自身の時にはサポートしてくれなかったと怒りこれを聞いた佐伯代表も僕の中でもわかるちょっと俺も JTT に関してはまたこのあと 堀さんとちょっと会ったりするんだけれど、実際やっぱり今コーチが来てるけど、どんなプログラムもやっていくのかもわからないし、そのコーチがいつまで本当にいられるのかもそうだし、まだ中身がちゃんと綺麗に整理されてないと思うと、先ほど紹介したように数多くのコーチ陣が集まっていますが、それを維持するためには多額のお金も必要になってくるはずで、持続できるのかと疑問し続けて、で、俺はふと思ったのは、今の日本の環境でそういうちゃんとコーチを作って、いろいろ JTT やってきますって言うんだったら、 ひろやくくんも海外行くのかなっって思っちゃうしねそのために作ったはず実際だからそういうのも含めてちょっと JTT がどういう内部でどうなってるのかと内部事情を知りたいとしそういう意味ではみんな練習が好きな時に集まって練習してるからさっき言っていたあなたのタイミングで行ったらいないとかそういうことが起きるよねそれは多分ちゃんとした一人しっかりとした人がいないからそうなっちゃうと思うよと堀口選手も言っていたようにヘッドコーチの大切さを力説なおこれを聞いた西田選手は あの、最近は皆さん知らないかもしれないですけれど、JTT とかトライフォースの時に一番練習したのは、僕ですから、ここ半年ですよ、みんな練習しだしたの。みんなここ半年なのに、急に俺のことを言い出してるんですよ、と改めて JTT 内部事情について語っていました。浅倉海選手が海外からコーチを呼んだりと、様々に変化していますが、西谷選手も思うところがあるようです。ぜひ、西谷選手の声のご感想もお聞かせください。次に、K1 の話題です。 タケル選手が K1 を離脱し、鎖国時代の象徴であった中村プロデューサーも辞任。旧 K1 時代にも運営に携わったカルス・キクタ体制になり、一気にグローバル展開に舵を切る形になりました。そして K1 創設者である石井館長も運営にカムバック。 K1 の代名詞でもあり、マサトさんらも参戦した。K1 ワールドマックスが3月に開設されることが決定されました。会見ではすでに今大会に出場する16名のうち12名が発表。日本人選手は元 K1 王者の和島選手に、外国からはグローリー世界1位のストヤン選手、元グローリー世界王者のキリア選手が参戦。また石井館長は残りの枠について、僕としてはカイトくんに出てほしい。ノエリくんも意地を見せてほしいね。まだ引退する選手じゃないので、カイト君は強い選手とやりたい と言ってるので次の試合で怪我をしなかったらぜひ残り4枠に呼んでいただきたいと天心たける戦で激闘を繰り広げた両選手にラブコール立て続けに石井館長は X にてノイリ選手 K1 ワールドマックス 出てください。K1 からオファーしてるようだか難航してると聞きました。ファンの一人としてお願いします。よろしければ一度僕とお話ししませんかどこでも出向きます。と、どうしても出てほしいのか公開オファーをしておりました。ただ、これにはちょっと強引すぎるのかなって思ったり、本人にもいろいろな思いがあるだろうから、と、ノイリ選手を応援するファンからすれば、当然の声が出ると、これに石井館長は、ありがとう。ファイターの選手として活躍できる期間は短い。怪我がないならリングで勇姿が見たい。ノイリ選手の 役に立ちたいファンとしては僕は応援したいよろしくお願いしますと改めて運営というよりかもファンとして出て欲しいと思っただけだと説明しかし 会見中に引退という言葉が出たり、交渉が難しいという一言から、ノイリ選手が本当に引退してしまうのではないかと、憶測が流れました。そして心配に持ったファンからの連絡が、ノイリ選手にたくさん言ったらしく、いろいろな憶測が出てるみたいだし、どんでもない数の DM が届いてるから、一つだけ言わして、引退なんかしないよ。まだ世界一にもなってないし、挑戦もできてないのに、引退するわけないでしょまだまだノイリはこれから、噂話で盛り上がるのは結構。だけど全部が全部事実じゃないからね。自分 君の人生これからのことは必ず自分の口から発信するからそれまで待っていてと説明文書的には引退は絶対しないと思われるものの最後のそれまで待っていてと何か区切りがあるように見て取れるのですが K1 選手として今後戦うのかそれともタケル選手を追い5番に行くことはあり得るのか気になるところですかつてノイリー選手は K1 抜けて K1 ファイターじゃないって言ってる人もいますけれどじゃあタケル君はどうなんだろうって K1 が世界最強を証明し続けるって言ってくれている。やっぱりそういう気持ちじゃないと、色々あって抜けるのはわかるんですけれど、みんな K1 で名前を売らせてもらった恩もある。僕も K1 がなかったらここまで来れてないと思う。生涯 K1 ファイター、K1 の強さをずっと証明し続けたいと思っています。と、K1 に対する愛を語ったことが話題になりましたが、ぜひコメント欄で、ノミリ選手がワンなど他団体に挑戦するところを見たいか、もしくは K1 ファイターを貫き通してほしいかなど、皆様の感想も教えてください。以上、今回は K1 やライジンの話題をまとめて、ま 次の動画では直近に差しまったブレイキングダウン11についてお伝えする予定ですのでぜひ見逃さないようにチャンネル登録してお待ちくださいなお今回の動画が良かったら高評価ボタンを押しかかり通知ボタンもオンにしてくださると励みになります以上今回も動画をご視聴いただきありがとうございました別の動画でもお会いできます